スタニスワフ2世を選出した国王自由選挙ドレスデン、1750年の1752年、聖アンナ教会、アウグスト教下流のエルベ川右岸から見たドレスデン、1748年、ウヤズドフスキ家の邸宅、蜂蜜通りの風景、ベルナルド・ベッロットは、イタリアの風景画家、エッチングの原版作者。ベネツィアの風景画家カナレットの甥にあたる。時には、非公式に、ベルナルド・カナレットと呼ばれたため、特に、ポーランドでは、カナレットの絵画という当時よりも、彼のことを指すことがある。彼の画風は、光が、どの場所でもはっきりしているのと同様に、精巧な建築物の描写や、自然の眺望により、特徴づけられる。オジカナレットや他のベドゥータの名人のように、彼も自身の都市眺望の秀でた正確さを達成するため、カメラオブスキュラを使用していた。オジは、きっちりした理想的な光景を描こうとしたが、ベッロットはあるが、ままの日常生活の光景を描こうとしており、この点に特徴が認められる。ベッロットは、ベネツィアで生まれた。父は、ロレンツォ・ベッロット、母は、カナレットの妹フィオレンツァである。オジ・カナレットに才能を認められ、14歳からオジの下で修行を積んだ。1742年に、彼は、都市のベドゥテを作り出すべく、ローマまで単独で旅し、初めてオジの影響を受けずに絵画を描く機会を得た。1744年からは、イタリア北部を旅し、どの都市でもベドゥータを描写し、描画技術を磨いた。1745年には、サボヤ家のカルロ・エマヌエーレ3世から依頼され、絵を描いている。その後、1747年に家族と共に、ベネツィアを離れ、その後は故郷に戻ることはなかった。1747年から1758年にかけ、彼はザクセン選定公でもある、ポーランド王、アウグスト王の招きに従い、ドレスデンへ赴いた。彼は、ドレスデンとピエルナ、またその郊外を描いた作品を多く残した。特に、アウグスト教下流のエルベ右岸からドレスデン中心部を描いた構図は、カナレットビューとして有名で、ドレスデンを代表する景観の一つとなっている。今日、これらの絵画が、第二次世界大戦中の大規模空襲で破壊された、ドレスデンの、かつての美しさを伺わせるものとして保存されている。彼の国際的な知名度が上がるにつれ、1758年にハプスブルク家の女帝マリア・テレジアの招きでウィーンへ向かった。ここで彼は市内の記念物を描いた。その後間もなくにミュンヘン、そして再びドレスデンへ移った。サンクトペテルブルク滞在時、彼はポーランド王、スタニスワフ・アウグスト・ポニャートフスキの招聘を受け、ポーランド宮廷画家となった。スタニスワフ王の画家として彼は残りの人生をワルシャワで送り、彼はおびただしい量の首都やワルシャワ王城を取り巻く眺めを多く描いた。彼がワルシャワを描いた一連の絵画は第二次世界大戦で焼け野原となったワルシャワ歴史地区復興の参考資料となった。彼は1780年にワルシャワで死んだ。ありがとうございます。